あなたが後手です。対局開始。どうもガルです、お願いします。ということで今日も将棋ウォーズ自分将棋やっていきましょう。というわけでね、あの横歩取りをやろうかなって思ったんですが、まあ、相手が、角換わりを希望されているということですので、まあ、ちょっとね角換わりでやっていこうと思います。ということで角換わりということは右玉ってことですね。はい。というわけで、まあ、いつも通り右玉になっていくんですが、この将棋だったら、まあ、相手から交換してくれてるんで手損がないっていうところで、まあ、まあまあ割とやりやすいかなと。で相手が早繰り銀なんで、あ、これあれじゃない、早繰り銀確か羽生流右玉みたいなのありましたよね。どうやってやったか全然覚えてないんですけど、まあ、こんな感じで普通に駒さばいていくんじゃなかったっけな。これ普通に7五歩つかせる将棋でしたよね。でこれで、これで3八金って上がるんですよね確かね。ここでね3八金って上がれる勇気はないんですけど、まあでもそうやるってことなんでやってみましょうか。はい。まあ、ということでね、こんな感じでなっていくのかなって思ってるんですが、これ普通に交換されてどうなんだろう。これ交換されといて、ね、これ銀かわすと、まあ、8七銀なりは8三叩いてから6五角でいいんですけど、普通取りますよね。6六銀かわすとな、7七歩。いや、よく分からなかったですね。まあ単純に取りましたけど、これ全然自信ないですね。これ合ってますかね。ちょっと待ってくださいね。全然合ってない気がするんですが、まあ、一応こんな感じでいいんじゃないかなと。でこれは、7六銀が見えてますけど、まあ、一応8八銀とかでも浮かれますし、なんとかなるかなと。で叩きから角ですか。取るしかないですね。なんか ちょっと手が遅れてるのかな。一応6六角って言ってば浮かりはするんですが、まあ、ただっていうのがありますね。まあ普通に鳴らせますか。鳴らしといて6六角って合わせれば、とりあえず角は馬は消せるんで、でかつ5筋の歩が切れたんで、4五桂から5四歩みたいな攻めもできそうですしね。まあそんなに悪くないかなと。やって、そんなに悪くないかなと、悪くないかなと思いながらですね、やっていきたいと思うんですが、まあ、これはもうね、あの両取り逃げるべからずってことで、まあ、両方仕方してしまって、まあ、飛車取られたら2九の銀が邪魔くさいでしょということなんで、引き取ってくるんだ。まあ、これは逃げますね。まあ、これは逃げる。受ける。はい。まあ、一応これで、一応金打てないんで、4八金は同角があるんで、まあ、大丈夫そうということで、打つのも打つんだ。これは大丈夫だと思ってたんですけど、ダメなんですかね。これなら悪くないですね。この変化だったらそんなに悪くないと思います。で、まあ、4四銀って上がってくるぐらいですか。うん。で、そこでどうするかなんですけど、ちょっとね、頭がスースーして気持ち悪いんで、一応ヘルメットかぶってきますか。ヘルメット。はい。まあ、一応今ね、あの6五角って打たれて、まあ、飛車取りと8七角成を両方狙われる手があったんで、こんな感じで一応ヘルメットかぶっといて、それでも打ってくると、それでも打ってくると、これは4、5、まあ桂跳ねでやってこいという感じですかね。で8七角成同金同左の時に6五桂と跳ねて、まあ、5三の地点をフルぶっ破するという感じでいかがでしょうか。これちょうどこれで、まあ、5三桂成同銀同桂成同玉の形が、まあ、王様が露出してるんでちょっと気持ち悪いでしょと1、2、3言っているんですが、5、6、まあ、これはケツからここから角打っといて、まあ、竜抜ければそれはまあいいかなと。で同竜だったら、まあ、5三桂成って駒さばいちゃうのかどうかなんですけど、ただ取ると5七歩の味が残ってしまうので取らずにいきましょう。で6五銀だったら8三角と打って、まあ、両取りになるんで、ただまあ5六桂で打たれる手があるけど、まあ、5六桂も大丈夫ですね。5六桂っていうのも同銀同銀同角成があるんで大丈夫そうですね。なんで5六桂も消しつつってことですね。これで5六桂が消せるんで、これそんなに悪くないっていうか、これむしろこれいいかもしれないですね。ちょっといいかもしれないですね。で次、7一飛車っていう手が詰めろになる。桂打ち、桂打ちは難しいな。桂打ちはとりあえずまあ飛車打って、これが4一金の詰めろなんで、でもこれ4五銀、4五銀、ああやってこないのか、
2横銀やってこないと、やってこないということなんで、まあ、とりあえず、8二角のラインが残ってるんで気持ち悪いんで一回下がっといて、これは良さそうですね。で次5五歩とか打っといて、まあ、桂馬を取ってしまえば怖いところなくなるということで、すごい、ありがとうございます。はい、というわけでね、感想戦に移っていきたいと思います。はい、後手番なんで反転して、まあ、本譜は相手が、まあ一手損角換わりじゃなくて角換わりを望んできたということで角換わりに進んでいたんですが、まあ、角換わりに進んでいたってことは、まあ、右玉ですね。で相手が早繰り銀だったんで、まあ、これで羽生流右玉、ちょっとねちゃんとした形を覚えてないんですけど、まあ、こんな感じだったかなということで、まあ、桂馬でいったんですが、ちょっと本譜はちょっとねやばまずかったですね。ここでねやっぱね 7二金って上がるのは勇気がいる勇気がいる、これ多分違いますね、多分違う、うん、まあ上がったんですけど、まあ一歩交換されてここで4四銀でかわせればいいですけど、正直3五銀同銀2一左でも自信ないんでやっぱかわせないですね。取るしかなくて取ってふーって引いてもらって、まあ、ここで、まあ、下引きましたけど、やっぱ4五角はあるしな、ちょっと苦しいですよね。ここでやるなら、まあ、でもここで6二玉って上がると4一角って打たれるんで、まあ、それもやっぱダメだということで、まあ、下引くぐらいか、まあそれから5二玉って上がる、ただまあ真ん中上がったところで何なんだって話もあるんで、ちょっと苦しいかなと。まあ、ぼやっと3六歩って下ろしといても、まあ、一歩しかないんであんまり意味ないですもんね。まあ、ってことで、まあ、下引いて歩打たれて、まあ、歩打ち、うん、まあ、4五角の方が嫌だったかもしれないですけどね。まあ、歩打ちということで、これはまあ、寄っといて角打ちで、一応角が詰むんですけど、まあ、こう取られて、この銀打ちがまたきついと。またきついと。で、まあ、ここで、どっちか逃げてると、まあもう自利品なんで、まあここでも仕方で軽犯ですね。で、これで、8一銀ならずだったら、まあ5六歩って叩いといて、同歩だったら5七角って打てば、結構相手も7九に王様引けないんで、結構気持ち悪いかなということでやったんですけど、まあこの金取られてね、銀打ち。で、ここで、そう、ここでね、ここでなんかちょっとどうだったかなと思ったんですよ。まあ、例えばこれ7二銀とか打っといて、まあ、7二銀って打ったら、それも仕方だろうな。仕方として、まあ、5六歩って打つ感じですか。って言ってどうかって感じですかね。ここは多分悪いと思うけど、どうなんだろう。願いを叶えてやろう。5四、うん。やっぱ悪いよな。やっぱ、いや取るんだ。取るのか。ここで5六歩って言ったらどうなんですかね。まあ飛車取ったら銀取れるんで、まあ5二成銀同玉、8一銀ならずみたいな感じだと思うんですけど、まあ、その時に相手が、飛車金銀でしょ、飛車金銀、まあ確かに、まあ、8二飛車とか下ろされたら一発で寄りそうなんですけど寄りそうなんですが、なるほどね、うん、まあ頑張れないかな、やっぱな。うん。まあ、本譜はまあ金打ってきて、生産してくれたんで、まあ、こうなったらこっちいいと思うんですよ、結構。で、まあ、ヘルメットかぶっといて、これで結構こっちも形しっかりしてるんで、意外と攻めにくいんじゃないかなと。で、この角打ちですね。でもパッとここで、結構難しいですもんね、指し手が。まあ、ここで何指すってなったら、そうだな、ちょっと難しいけど、うん、まあ5五角はでもそうだな、4四角、うーん、難しいですね。まあ6五銀同歩5五角、まあでも5角打ったところでな、大して響いてないんで、まあぼんやり3七桂、いやー微妙ですね、微妙ですね。結構ここどうなんだろう。任せろ。あ、大人しく王様引くのか。なるほど、大人ですね。互角です、うん。でまあ9四歩とこっちも、まあ、ぼんやりと指していく感じですね。うん、まあこれだったらまあまあまあそうですよね。さっきの局面で比べたらかなりいい勝負になってますもんね。だからやっぱりまあ6二金って打つのがどうだったのっていう感じですかね。
本場角打ってきてもあの猛烈に攻めてきたんですけど、まあ、これはラッキーでしたね。ちょうど桂馬も跳ねれて、で角も出て、まあ、これで、2-7竜とかやるのであれば、まあ、3-6角とか打っといて、まあ、竜逃げたら4-7角成っていう手がまた6-9金の詰めろになってるんで、ちょっと苦しいじゃないかなということで、まあ、取ってきましたけど、これは取っといて、まあ、この2-7角がぴったしですね。まあ、これで5-4桂も消してるんで、ちょっともうきついかなと、辛いかなっていう感じですもんね。で、さすがに4-9の金取られたらもうほとんど詰めろになってるんで、まあ、まあ逃げるしかないと。で、こう取って、まあ、これは、これならそうですね。これならだいぶいいですもんね。で、まあ、以下はもう何指してもちょっと厳しいかなと。まあ、攻めるなら、まあ、7-7桂とか6-5銀ぐらいしかないんですけど、まあ、6-5銀同歩、ね、6-4桂と打っても、まあ、5-3銀とかわしといて、次がないと。いうことで、まあ、ここで諦めて投了ですね。まあ、ちょっと今回の将棋は、あんまり内容的には良くなかったんですけど、まあ、最後はです、なんとか。うん。勝つことができて良かったです。まあ、てな感じで、今回はあの羽生竜名玉やってみたんですが、まあね、やっぱ差しこなせないと、もうちょっとあの勉強しなきゃいけないなというふうに感じました。まあ、ということで、今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。まあ、ということで、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。